大変です、大変です。はい、2011年3月に起きた世界最悪レベルの原発事故。その後始末、廃炉は最長で40年かかるとされています。 NHK では廃炉の作業に密着し、独自にその苦闘を記録してきました。事故から2ヶ月後の映像です。原子炉建屋には生々しい爪痕が刻まれていました。当時の吉田所長は事態の収束に向け奔走していました。極端なこと言うと、もう死ぬだろうと思ったことが数度ありましたと。いつその先が見えない、最悪するともう本当にメルトがもうどんどん進んでいってですね、コントロール不能になるという状態を感じましたので、そういう時に、これで終わりかなという感じをした。3つの原子炉がメルトダウン、溶け落ちた核燃料が構造物と混ざり核燃料デブリに。この取り出しが廃炉最大の難関です。国と東京電力は2021年をデブリ取り出し開始の大目標にし、10年かけて準備するとしました。廃炉作業の前に立ちはだかったのは強い放射線です。原発の中心部は放射線量が高く人が立ち入れないため、遠隔操作のロボットが頼りです。前進、前進。最新の技術を投入してきました。初めて原発の奥深くにロボットが入ったのは2015年。3年かけて開発しました。頑張ってないね、頑張ってないね。OKOKOK、 カメラのケーブルねじれ大丈夫だ。ロボットが映し出した原子炉格納容器内部の様子です。カメラ下げます。ちょっと検証します。見えないです。映像が撮れないってことです。この時はデブリは確認されませんでした。初めてデブリとみられる堆積物が見えたのは2017年、2号機の調査でした。高温で溶け落ちた金属製の足場、そこに付着していました。この上についてるのはその、デブリが飛んだものが固まってるんじゃないかなと推定ですけどね。その後さらに奥へ、ついにデブリとみられる堆積物を鮮明に捉えました。そして今年はデブリ取り出しに着手する年。しかし新型コロナの影響で去年の末、計画の延期が発表されました。廃炉と同時に進む周辺地域への帰還。果たして廃炉は40年で終わり、元の暮らしは取り戻せるのでしょうか。